九州魅力ミュージアム。今回は市政50周年のフィナーレを飾る北九州マラソン。ナビゲーターは本田康人さん。2月9日は北九州マラソン、ここ市役所前がスタート地点となります。よーい、スタート。市政50周年事業のフィナーレを飾る北九州マラソン、参加者は1万人。この規模での市民マラソンとしては北九州市で初となるフルマラソンのコースを市内の名所とともに紹介します。まずは県道296号線を八幡東区に向けて走り、最初に見えてくるのがこちら。お、東田第一航路だね。北九州のシンボルの一つだね、これね。迫力あるな、これ。でかい。そして角を曲がるとスペースワールド。ここ楽しいよね。八幡東区から戸畑区に向かう途中にはこんな景色も目に入ります。お、見えてきた。いつ見てもいい眺め。若戸大橋、開通50周年で歴史を感じるよね。その後は小倉北区を通り門司区へ向かいます。見えてきたのは門司赤レンガプレイス。ここも名所の一つだよね。門司では30キロを過ぎたあたりにある折り返し地点を通り海沿いへ。関門橋がドーン。これが海峡ドラマシップだね。うん。そしてこのあたりで再び折り返して来た道をゴール目指して戻ります。 42.195 キロ、北九州マラソンのゴールは北九州国際会議場のあるこちら。ゴール。いやー、楽しかったね。景色もいいし最高だね。北九州マラソン開催当日は様々なイベントや交通規制があります。詳しくは市のホームページなどをご覧ください。2月9日、北九州マラソン、みんなで応援しよう。